姉の夏子です。妹の秋子です。2人合わせて夏秋です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この番組は日曜日のお昼に夏子秋子がありとあらゆるゲストの方をお招きして、あんなことやこんなこと、いろんなことを聞いちゃおうぜという番組です。はい。そしてこの番組では皆さんからのメールを大募集しております。こちらのアドレス sd.sapri@gmail.com sd.sapri@gmail.com、 こちらの宛先まで番組に対するご意見、ご感想、そして一番送っていただきたいのがご自分の携帯のカメラで撮られた自撮りのスマイル写真、こちらを送っていただきますと1000枚集めて夏秋の顔のモザイクアートにしようぜという運動がありますので、ぜひお願いします。はい、もう一度言います。ぜひお願いします。はい、もう一度言います、はい、ぜひお願いします。ということでですね、こちら番組本編終了後にスタジオ観覧にお越しくださった皆様と有料会員登録してくださった皆様にのみお聞きいただけるエクストラタイムというのがございまして、夏秋のスペシャルなトークが聞けちゃうコーナーもありますので、こちらのエクストラタイムのご登録もぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしてなっちゃん、はい、そしてこちら番組特製オリジナルグッズもスタジオで販売しております。こちら背中の部分に天才夏子画伯が描いたいたずら書きがプリントアウトされております。こちらのポロシャツは黒と水色の他にピンクの3色展開になっております。お揃いのデザインでハンドタオルもあったんですけれども、ご好評につき、ただいま売り切れ中ということで、現在は夏秋とのスリーショットチェキになってますので、こちらの番組特製オリジナルグッズもぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、というわけでグッズ紹介も終えたところで、続いてのゲストさんはすごいね、魔法のトランクみたいなものを持って今舞台裏に待機してくださってるんでしょう。そうですね、いろいろやってくださるみたいですよ。楽しみですね。もうご挨拶した時からワクワクしちゃうような感じでしたね。はい、はい、というわけで皆さんお楽しみに。はい、はい、夏秋サンデーサプリ始まるよ。それでは早速本日のゲストお呼びしましょう。ゲストでマジックセラピストのマッティさんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞお座りください。はい、改めまして、はい、あちらのカメラに向かって自己紹介の方をお願いいたします。マジックを通して人の心を癒しています、マジックセラピストのマティと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれどもマティさん、はい、マジックセラピストさんというのは、はい、どういった活動になるんですか？いろいろあるんですけど、すごく分かりやすいところですと、こう人と交流するのが苦手とか自分のことあんまり好きじゃないって方がマジックを覚えて、種を覚えて実際に人前でやっていく中で自分のことを好きになっていくっていうのが一番わかりやすいところですかね。そうなんですか。あの一般の方も、はい、あのマティさんに教えてもらいたいと思ったら応募して教えていただくことができるんですか？はい、
どういったお仕事の方が多いんですか？いろいろいらっしゃいますね。特にこれっていう決まりがなく、いろんな方いらっしゃいます、ね。そうなんですか。じゃあ普通のサラリーマンさんだったりとか、はい、もうマジックを覚えたいって思われて、マティさんのところに駆けつけて来られる。はい、なんかそのマティさんなんですけれども、いただいたアンケートでちょっと感動したことがありまして私はなんか笑顔になったエピソードがあれば教えてくださいっていう項目に、レストランでマジックをしてお会いした男女の方のエピソードが気になったんですけどこれどういうことですか？今からだいたい3年前ぐらいにレストランで、その時学生だったんですけど、はい、マジックやってて、その時がどうやらまだお付き合いする前の初めてのデートだったらしく、はい、その男性と女性が、はい、で3年後のつい先月ぐらいに、事故の前ですね、連絡いただいて、はい、知らない人から結婚式でマジックやってほしいんですっていうふうに、で全然知らない人だなと思っててメールちゃんと読んでったら、3年前にレストランでマジックを見せてもらったものです。その時はまだお付き合いする前の初めてのデートで、その時マジックやってもらったので結婚式ではやってほしいって決めてましたっていう、はい、で実際に結婚式でやらせていただいたんですね。すごいですよね。こんな奇跡みたいな出来事がマジック落としてあるって、ちょっとこうマジシャン冥利に尽きるんじゃないですか。まさしく、はい、のマジックセラピストって、なっちゃんがさっき深くお聞きしてましたけど、そのやっぱり元気になったり人と人との出会いのきっかけになったりとかするんですね。そうですね。マジックの魅力はマティさんどうお考えですか？他になんか始めたきっかけとか始めたきっかけは僕モテたいから始めたんですけどね、なんかあのギターを始める声みたいな感じですよ ね、 ね、はい、じゃあモテたいからマジシャンさんになろうって思ったんですか？最初そうですね。はい、でも、あのお顔も十分イケメンさんですよね。ありがとうございます、はい、でモテたいきっかけでいつから始められたんですか？中学2年生の頃ですね。早熟な子だったんですね、マティ少年は。早熟な、はい、モテたいからマジックっていう別にその時にその例えばギターだったりとか、もしかしたら他の道に行ってた可能性もあったわけじゃないですか。モテたいって動機だったら、はい、でもマティさんにとっては何がきっかけでマジックを選んだんですかね？やっぱりもともとマジックが好きで、実際にやってみたら多分他の人よりか得意だったし、好きだったっていうのが大きいと思いますね。なんかマジシャンの方がここに来てくださる方も多いんですけど、手先が器用なことってマジックにやっぱ大事なことなんですか？何が一番大事なんですかね？手先の器用さも確かに重要ではあるんですけど、そこよりも、相手の心をどれだけ引きつけられるか、どれだけ持っていけるか、誘導できるかっていう方が大きいですね、はい、実は。ズバリ私たちの仕事にも重要な。そうですね。ちょっとその秘密の、すみません、秘密の心理みたいなものを今日ちょっと特別に教えてくれたりとかしないか、そのマジック以前に人の心を引きつける秘密みたいな、はい、マティさんのブログ拝見したんですよ。はい、ありがとうございます。ね、結構そういう人をどう引きつけるかみたいな文章をいろいろ書かれていて、マティさんがお考えの、そういったなんかこう引きつける魅力の秘密技みたいのあるんですか？抽象的にすごい曖昧になっちゃうんですけど、一番は自分のことをまず好きになれてるかどうかが大きいんじゃないかなってやっぱり思いますね、やってきて。マジシャン本人がですか？はい、まあ、マジシャンだけじゃなくてもですよね。そうですね、自分自身のことを好きじゃないと見られるのも辛いじゃないですか。はい、かわいいとかって言われても苦しいじゃないですか、はい、だからやっぱり自分自身のことをまず好きになるのが曖昧だけど、そこが一番なのかなって思いますね。でもいただいたプロフィールでマティさん、もともとはあまり自信がない方で人と関わるのが苦手だった、はい、その性格だったからこそ、同じようなクライアントさんに対してマジックを通して自信を持たせているって書いてありますけど、もともとはじゃあ結構内気な方だったんですか？まさしくそうですね。そのモテたいと思ってマジックを始めてもまだまだ内気だったんですか？しばらくそうでしたね。マジックするけど、どうですかみたいな感じだったってことですか？はい、ボソボソ喋りながらやってましたね。はい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 。それが、こう徐々に徐々に、はい、こうその皮が剥けていったみたいな感じなんですかね、はい、そのきっかけっていうか、それはやっぱりお客様といろいろ
出会いがあったわけですか、そのマジシャン、マジックを見せる方との。そうですね、やっぱりやってきて、あすごい面白いとか、場合によってはかっこいいとかっても言ってもらえますし、そういう中で、あ自分ってそういう魅力持ってんのかなってマジックやりながら気づいて、少しずつこう成長していったっていう風に感覚がありますね。当初の始めたきっかけであるモテたいがそこでこう満たされて充実してでも私とか全然そのあの仕掛けがわからないんですけど、はい、ついついそのマジックを近くで見せてもらうときとか意地悪な目線でどうなってるのかなってすごい疑い深い眼差しで見てしまうこともあるんですけれども、はい、もちろんお客様の中にはそういう方も多いと思うんですけれども、はい、そういう方とかも含めて楽しませようって思うその何でしょう気持ちだったりとか、はい、そのやり方とかって何かありますか、ご自分で意識していることってありますか。そうですね、結構そう見破ろうとかって見てくる方ですよね、うんうん、そういう方にも僕は、その方そういう方って結構比較しがち、自分知ってるから偉いとか自分他人知ってるからすごいだろうっていうような感覚持ってるんですけど、うん、いや僕はそういう分からないからすごいっていうマジックを見せたいわけじゃなくて、あなたのことを楽しませようとしてるんですよっていうような、また心構えみたいになっちゃうんですけど、そういう感覚でいるとやっぱりそれは伝わっていくなって感じがしますね。なるほど、愛の心を持って接しろと、はい、そうですね、確かに確かにそれはそうですね、はい、大学2年生でプロデビューっていうのもまた早いですよねびっくりしました。在学中にこうプロデビューするってなるとやっぱり周りの方は何かおっしゃってました、こう葛藤っていうかご自分的にもすごいお若いじゃないですか、ね、はい、大学2年生っていくつだ、20歳、20歳とかですね、もう中学2年生からやってたから、その時にはもうキャリアはたくさん終わりになって、はい、で満を持して大学生でデビューっていうので、はい、なんかありました、心の葛藤は。もうマジシャンで行くんだって感じでした、でも他の道はあるのかとか、うん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 、その頃は、なんかそういう学生でありながらもう一つの面ではマジックやってお金稼いでるって自分がすごいなってなんか傲慢になったところがあるので、そういうモチベーションでやってましたね。あ、なるほど、もう学生さんの時からお仕事でマジックやってたから、はい、そう、もうでも若さゆえのこうイケイケゴーゴーっていうのがいいふうに作用して、はい、逆にこうこの20歳という若い年でねデビューされたのかななんて聞きして思ったんですけども、うん、はい、今日はそんなマティさんのマジックをこのステージ上で生披露してもらいますので、私たちにもちょっとレクチャーをしていただけるということで。あ、そうします。あ、はい、どっちでも、はい、なんかもう自分でわざとハードルを上げちゃったんですけど、はい、はい、そんなこんなで、はい、一旦 CM、はい、サンデーサプリ、はい、というわけで本日はゲストにマジックセラピストのマティさんをお呼びしておりますが、はい、ここで生マジック披露ということでお願いします。はい、
態で大丈夫ですかね。全く問題ないです、はい、カメラさん大丈夫ですか。はい、この辺りで。え、もうそんな、はい、すいません、狭くなっちゃいますよね。大丈夫なんですか。です、はい、え、しかも大丈夫ですか、なんかお手伝いすることとかこう。大丈夫です、はい、ドーンとしていればいいですか。はい、ドーンと楽しんでいただければ、はい、大丈夫です、はい。タラララララランチャラランチャンタンチャラランチャンチャン、タラララララランチャラランチャラランチャ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 ン、昭和なメロディーですね。タタタタタ、トランプを使います。はい、じゃあですね、最初に最初に夏子さん、夏子、はい、はい、このあたりでトランプ一つ、お好きなトランプ選んでもらっていいですか。好きなトランプ選ぶ、はい、はい、ありがとうございます。ハートの1取ってもらいました。はい、ハートの1。そうしましたら、うん、ハートの1書いてある方に、うん、夏子さんのサインを大きく分かりやすくいただいてよろしいですか。はい、はい、サインを書くとできました。はい、ありがとうございます。はい、ではお願いします。はい、はい、ありがとうございます。カードをこちら向きですね。はい、すみません、逆です。ごめんなさい汚くてサインいただきました。はい、ハートの1です。ハートの1にサイン、はい、はい、お、中に戻しておきます。中に戻す、カードの山に。ハートの1どっかに入った状態で、はい、指を鳴らすと一番上に戻ってきます。あれ、はい、あれ、もう一回やってみますね。はい、しっかり見ててください、うん、真ん中ら辺に入ります、うんうん、指を鳴らすと一応いい。あれ、うーん、え、それって私が入れてもそうなるんですか。やってみましょうか、はい、持っていただいて、はい、真ん中ら辺に差し込んでいただけますか。もう悔しいからど真ん中にも、はい、うん、で一応たまにね疑われるんですけどね、うん、ちゃんとサインの入ったトランプですね、はい、うん、真ん中ら辺に戻しておきます、はい、違いますね、はい、指を鳴らすと上がっていきます、はい、しっかり見ててください、はい、もう少し近い距離でやってみましょうか、はい、両手伸ばしていただいて、はい、手のひらの上でやってみます、うん、手のひらでトランプが上がってくる感覚がするかもしれません、はい、指鳴らします。動いた感じとかありましたか。ない。ストレートか。そうしました、すみません、はい、一番上のトランプ、はい、皆さん見えるように見せてあげてください。はい、ドン。あれ、おー、すごい、すごいですね。ありがとうございます。からない、すごいですね。何回やっても指を鳴らすと上がってきます、はいはい、だいたい真ん中ら辺に入ります。で使ってるトランプが夏子さんのサインしっかり入ってるハートなんです、うん、はいはい、あきこさん人差し指伸ばしていただいてそのまま押し込んでもらえますか。はい、人差し指でなっちゃんのサイン入り押し込みました、はい、鳴らすと、うん、鳴らすと、うん、もっと高い方です。高い方、もっと高い方。あー、すごい、うそ、ナイスリアクションです。すごい、このマジックの終わりにちょっとトランプ丸めます。はい、丸まった状態ですね、はい、カードに折り目がついてます。真ん中に入れました、うん、サイン入りの上がってくる瞬間が見えます、うん、はい、はい、こちらが間違いなくサインが、はぁ、すごい、いやー、わかんない。感想が白とか。でも本当にすごいの一言しか思い浮かばないです。だって、普通にてっぺんにあるカードがまっすぐだったのに、うん、指を鳴らした瞬間にチュッパペコンって折れたカードに戻ってるし、
何なんだこれは。すごい。もう一個ぐらい。ぜひぜひぜひ。もう丸々、はい、時間はい、はい、ありますので、はい、マジックセラピストとしてこういう活動してるのは、夢を持ってない方とか、夢を持ってない、なんかやりたいことがあるけどできてないって人がその一歩踏み出してほしくてやってます。はい。夏子さん。はい。夏子さん、はい、はい、あ、ごめんなさい、さっき手伝ってもらったので、はい、今度はあきこさん、はい、間違いです、ごめんなさい、大丈夫です、こういう失敗たくさん僕あります、はい、はい、あきこさん、はい、これからやっていきたい目標とか夢とかって何かありますか。女優をやることですね。ありがとうございます、はい、女優をやること。で、そのための最初の一歩ってどんなことがあると思いますか。やっぱり多くのドラマ、映画、DVD 見たりすることですかね。ありがとうございます、はい、勉強すること、勉強すること、はい、ありがとうございます。じゃあこんなもの使います、はい、ちょっと変な形してますけど、はい、なんだかわかりますか。輪ゴムですね。はい、輪ゴムです、はい、輪ゴム、輪ゴムです、はい、2本の輪ゴムを使って、はい、マジックしていきます。はい、もう一つこちらも触っていただいて、はい、もう何の変哲もない輪ゴム、ありがとうございます、はい、うんうんうん、2本の輪ゴムを使って、はい、マジックをしていきます、はい。ちょっと映像だと分かりづらいかもしれませんけど、交差してますね。してますね、うん、2本の輪ゴムが交差した状態です。もう貫通できないようになってますね、はい、息をかけると、え、ゆっくり、外れます。はい、あれ、さあこのマジックは僕が中学2年生の頃に、はい、今から大体10年前ですね。10年前に、ちっちゃいことマジックだけど、それをお仕事にしたくて、繰り返し繰り返しやってたマジックです、はい、もう一回やってみますね、はい、しっかり交差してますよ、ね、貫通できないようになってますね、はい、ゆっくり、すごっ、ありがとうございます、はい、で、その頃憧れたマジックを仕事にするっていうのが実際にもこうして叶ってるわけですね、はい、だから、女優さんになりたいというのも、はい、DVD 見たり勉強してる人が必ず近づけるはずです、はい、こうすると何の形に見えますか。星ですね、星ですね、ありがとうございます。諦めなければ必ず形になるわけです。おお、星が2つですね、はい、そうしましたら真ん中の星に向かって、はい、女優さんになったことをイメージしながら息をかけてみてください、はい、もう一回いきますちょっとちょっと、ありがとうございます、はい、大丈夫です、スターになってください、はい、わー、素晴らしい、ありがとうございます。私のおかげ、自分の吹いた力が強いから女優になったみたいなって言わないでよ。いや、すごい感動しちゃいました、ありがとうございます、拍手、もうなんか本当に何もかもが素敵すぎて、なんか夢の世界に連れてってもらったような気分です。ありがとうございます、はい、マジックだけでも十分楽しくて面白いのに、希望までもらって、もうなんか、てんやわんやですそれ日本語違うわ、てんやわんやって、はい、でもなんか本当にセラピーしていただいた感じです、ありがとうございます、はい、マティさんはこうやっていろんな方を勇気づけたりとか、こう元気にしたりとか、そういう活動されてるんですね。はい、なるほど、はい、そのマティさんなんですが、一旦ここで CM。
プリ。というわけで楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうもので、マティさん、今後のお仕事の告知がありましたらお願いします。はい、多分一番多いのがマジックを覚えたいという方が多いと思いますので、僕 Facebook ページでマジックセラピストマティでやってます。マティは MATTY ですね。マジックセラピストマティで Facebook 出てくると思いますので、そちらでいいねをしてもらえると、たまにマジックの種とか、なんか心理的な心理セラピー的なメッセージとかも書いてますので、それがご覧になれますので、Facebook ページでいいねを押してもらえればと思います。はい、マティさんのホームページにアクセス、いいねをして、なんと本日は夏秋サンデーサプリを見たとメッセージをくださった方にはなんとプレゼントがあるそうで、はい、はい、こちらはマジックや心のメカニズムを解説している動画なんかを送ってくださるんですか？はい、なんか、マジック簡単にできそうな動画を差し上げますので、はい、ぜひいいねをしてもらえればと思います。こちらはもう、それはもちろん私たちにも送る権利はあるんですよね。はい、ぜひぜひいいねを。無料動画欲しいです。はい、もう使いこなせてるのにもね。ありがとうございます。では本日夏秋サンデーサプリ初出演ということでしたが、いかがでしたでしょうか？楽しかったですね。はい。ありがとうございます。お二人のリアクションが一番嬉しかったですね。ありがとうございます。思わず番組ということを忘れて、こちらも生リアクションかっていうぐらいね。これだけ近くで見てるのに、皆さんも、分かった？分かんない。タコサムさん分かりました？前回のゲストさんを天丼で呼ぶっていうね、失礼しました。はい、でも私たち自身、うん、マジックの面白さだけじゃなくて女優になりたいっていう夢にこうやって近づけてマジックしてくださって、うんうんうん、なんか本当にこれが多分マティさんのおっしゃりたいマジックセラピーなのかななんて勝手ながら思ったんですけど、うん、はい、はい、ありがとうございます。なんかこういろんな人が元気になるよね、ハッピーになるよね。そうだよね、うんうんうん。今後挑戦してきたお仕事などはありますか？今講演、喋るお仕事結構いただくようになってきてるので、うん、これを、大学とか高校生とかで多分悩んでる人って多いと思うんですよ。進路とかね、はい、ありますよね。なんか思春期のこととかもあるだろうし、だそういう人たちにも伝えられる講演の仕事が増えてったらいいなと思ってます、ね。ありがとうございます。ありがとうございました。本日のゲストはマティさんでした。